フランソワルイド・ドブルボン・コンティは、フランスの貴族。第三代コンティ公。大コンティと呼ばれた人物である。初代コンティ公アルマンとその妻で、マザラン・スー・キ教の名であるアンヌ・マリー・マルティオッジの、次男として、パリで生まれた。1685年、兄のルイ・アルマン一世が、このないまま天然痘で救世したことから、借位を継いだ。フランは知的な子供と見られており、 当時最高の教育を受けた。しかし、宮廷では、彼の振る舞いが彼の精神の独立と人気の両方の面で顕著であったことから、ルイ14世の交換を得られなかった。1688年、いとこのコンデコアンリ3世の娘で、おじのコンデコルイ2世の孫娘にあたる、呪名のマリー・テレーズ・ド・プルボンと結婚、同時に軍人となるが、 陸軍大将以上の地位には出世できなかった。1689年、親友である、リュクサンブール公、フランソワ・アンリ・ド・モンモランシーに伴われて、大同盟戦争で、スペイン領ネーデルラントへ出兵し、ジューイーかつ、規定のブルボン公類と共に、フルールスの戦い、ステンケルケの戦い、ネイル・インデンの戦いで、フランス側勝利に貢献した。いとこのロングビル公、 ジャンルイが1694年に亡くなると、今期公は彼の意志によるものだとして、ジャンルイの姉であるヌムール公爵夫人マリーに対してヌーシャケル公領の権利を請求した。しかし、スイスからの軍事援助を獲得するのに失敗し、ルイ14世員軍はマリーに係争地となっていた領土を譲り渡した。1696年、 ポーランドオーヤン三世イナキアとの選挙に出馬したが、ザクセン選定校、フリードリヒアウグスト一世に敗れている。ありがとうございます。